はいどうも、うずですえ今回は発表されたばかりのえタムロンの新しいレンズえニコン Z マウント用のえ超望遠ズズームレンズの紹介になりますちょっとこのレンズ自体ねあの思いっきり使うのがあさってになってしまうので。 ちょっと発表日ということで先にねこのレンズがどんなものなのかっていうのをご説明する動画に今回はさせてくださいで早速なんですけれどもこちらのレンズなかなかね筒の長い大きめなレンズのように見えるんですが超望遠ズームレンズということでタムロンが得意としている分野になりますねでニコンの純正のレンズとしては超望遠ズームが実は2本ありまして現時点で1つがですね24から 200mmF4 の 6.3VR レンズ そしてもう一個が今年春に私レビューした純正レンズ 28400mm もう本当に超望遠ズームレンズですねこちらのレンズを紹介したんですが今回紹介するタムロンのレンズはそのレンズと近い使い方になるのかなまあイメージとしては近い感じになると思いますまあ28まではいかないんですけど 50mm からね撮影できるレンズなのでで実はそのニコンの純正の 28400mm レンズと今回紹介しているタムロンの Mm、レンズって値段がそんなに変わらないようなんですよ、まあ、今出されてる価格ですとでそうするとあれだったらウズさんニコンの純正レンズの方が良くないってなる方いらっしゃると思うんですよ私も最初見た時にあれこれだったらニコンの純正レンズでいいんじゃないかなって思っちゃったんですが実は違いが結構ありましてえっとねニコンの純正レンズってそういえば使っていてね あの忘れていたんですけど F4 から F8 のレンズだったんですよだから4 0 0ミリまでズームしちゃうと F8 レンズとして使う形になりますえところがこちらのタムロの新レンズは、まあ、50mmF4.5 スタートなんですけれども4 0 0ミリにした時に6.3にすることができますなのでレンズとしては、まあ、ズームをかけた時も F6.3 で撮れるのでシャッタースピードの調節幅が広い形になってきます まあなので買われる方がどちらか悩んでるっていう場合にはえ望遠域で、まあ、少しでもね明るいレンズとして使いたいなっていう方はこちらのタムロンレンズは非常に有効だと思います。であとは50ミ、mm、リスタートのレンズということなので、まあ、一般的な通常のねなんか写真撮影手元にあるものを撮影とか風景撮影とかでも利用できますしえ被写体を置きながらなんかその場のね雰囲気を含めて撮影したいって場合にそういったところからも使えますし程よい距離感で。 それでいて 400mm レンズとして明るめに撮影できるというところがありますから私結構撮るんですけど動物の撮影とかですね猫ちゃん好きだから私の場合だったら猫ちゃんをよく撮るんですがそういった撮影にもよく使えると思いますしスポーツ撮影にも有効活用できるのでそういった意味ではすごく汎用性の高いレンズだと思いますあとはこのレンズのね画質面なんですけれどもレンズに関しては XLDLDGM 複合非球面レンズなどを採用していてシャープな絵作りと適度なボケ感まあボケ感もね素晴らしいものを出せるということなのでそういったところでしっかりとしたレンズを採用しているってところがポイントに挙げられてますまあこれ公式のまんまなんですけどそれとオートフォーカスに関してはちょっと胸元でやろうかなマイクついてるからね、えー、静かなオートフォーカス はいえー、こんな感じで音の方も静かなオートフォーカスを採用してましてリニアモーター式ですねフォーカス、えー、採用されてますはいまあなので動画の時ですね動画で使う時なんかもフォーカスの音が非常に静かでよいしょはい、えー、静かで音の方を捉えてくれるって形になります、えー、あと今見られてわかると思うんですけど5 0ミリ時のこのねマクロ撮影 ま、マクロまでいかないかなな接,接車が、えー、0.25m ということでかなり寄った形での写真撮影映像撮影を行えるっていうところも魅力なポイントになってますえかなりね近づけてもピントの方合ってくれるんですよこれ素晴らしいですねすげえ撮りやすいなえっめちゃくちゃ寄って映像撮れてるんだけど <laughs> えこんなに近づいて撮れるんだ水滴までしっかり映るねあこれめちゃくちゃ使えるじゃんあいいねえこんな撮れんの はいといったような摂写も行うことができまして50から7 0ミリの幅であればハーフマクロ撮影も可能となっておりますえなので、まあ、最近のこういったね望遠ズームレンズってなんだろう摂写すごく強くなったよね一昔前のレンズに比べるとねあとはタムロンの安定の仕様でえズームリングは75度の回転になってますなので、えー、全域え手軽にね片手ですって持っていくことができるのも便利になっていてこのアクションのなんか リングのね重さもすごく程よくてちょうどいい形で回せるんですよ <laughs> さっき手ここでね噛んで濡れちゃったからちょっと後ついちゃうけどでサイドのスイッチ関連に関してはカスタムのスイッチが123とついてましてその下にフォーカスオートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替えられるスイッチがついてますニコンマウントの場合はこのオートフォーカスマニュアルフォーカスの部分が手ブレ補正のねモード変更レバーになってるんですけどそこはソニーとニコンマウントの違いになってます あとはフォーカスカスタムボタンっていうのがねついてるのでこれもソニーマウントも同じ丸ボタンついてるんですけどちょっと呼び方が違ったかなニコンの方はフォーカスカスタムボタンっていう形でついてます はいであとこちらですね丸いボタンがついてるんですけれどもこちらはニコンの場合はえフォーカスセットボタンっていうふうに呼ばれていてえソニーの方はこれまたちょっと違った呼び方だったかなはいなんですけど、まあ、これは同じで共通でついてます丸ボタンはいえあとはレンズの方がこうが勝手に伸び縮みしないようにロックレバーもついてますのでえ持ち運びには安心してロックをかけて持ち運ぶことが可能ですあとは USB の t y p e C ケーブルをつないで、えー、タムロンのソフトウェアとレンズのファームウェア アップデートをかけたりすることができたりいろいろカスタムができることも共通なのでえ従来のタムロンのレンズ使っている方は安心して利用することができますでえここの穴が心配だったらえキャップなどを利用してくださいでレンズ径の方もえ変わらず 67mm になってますのでえここ最近のタムロンのレンズを使っている方は安心して今までもお使いの円形のフィルターを利用していただければと思いますはいえということで、えー、はいというぐらいですかね簡単な特徴は まあ、ニコンの Z マウントレンズに新しい選択肢が追加された形になりますので、えー、ぜひ純正のレンズかこちらのタウロンのレンズが悩まれる方がいらっしゃると思いますので、まあ、一番大きなポイントはそうレンズの明るさの部分ですね、えー、そこが一番大きな差になってくると思いますので。 はい、その辺りでよくご検討いただければと思いますあのニコンの純正レンズもね素晴らしくいいレンズだったのであの以前のレビューありますからあのリンクつけときますのでそちらの方もよろしかったらご確認くださいえ、はい、普段からこのような形でカメラのいろいろレビューとか商品の紹介あとはゲームの話をよくやる YouTube チャンネルなので今回はカメラ好きの方はぜひ高評価チャンネル登録お願いいたしますではまた別の動画でバイバイ でこの動画を撮影した数日後にあの佐渡島で大きな、ね、トライアスロン大会があるんですよ。それをこの組み合わせで撮影、写真ですね、写真で撮っていきたいと思いますので、その様子をまた後日あのお伝えできればなと思います。まあ、様子というか感想ですね、それで使った感想など、写真を交えながらご説明できたらなと思います。はい、えニコンのカメラ使いの方は、またそちらの方をお楽しみにしておいてください。まあ、今 数日,、ね、日常生活でちょっと使った上ではあのすごく面白い使いやすいレンズだなという感じは十分しております。っていうか Z8 がいいよな Z8 がむしろいいからそう感じるのか。